これは来週やりますね。あの長コートの会のどんな形ができるのっていうのを今日はお見せしていきたいと思っています。書きましたように春夏秋3シーズン着れるあの雨コート長コートの会を来週いたします。これが、まあ、ちょっと変わりね、あの道行きタイプのコートですけれども、少し襟のところに変化をつけて、うちでは、まあ、変わり襟と言っていますけれども、この変わり道行き襟のタイプ、こちらで長コートを作るとこういう形になります。これは変わりたてろというあのうちの生地でね、あの、まあ、ちょっと縦路にはなっているんだけれども、うん、あんまり、ね、目立たない。特にその柄を選ぶとね、本当秋まで着られるような感じになると思いますよ。これはこういうようなあの柄を選んで作った変わり道行き襟タイプのコートです。まあ、もちろんここ下げなくてもまっすぐにすればね、こう正式な道行き襟のような形で着られると思います。こんな感じのラインができます。ちょっと覚えててくださいね。じゃあ次にね、ラップタイプ、あのこうマックね、道中タイプだとどんな形になるのかを見ていただきたいと思います。はい、じゃあ次にラップタイプで2つ種類があります。これラップタイプはね、いろんな襟の形があるんですけれども、まあ、うちの場合はこれ着物襟ね、着物襟のバチ襟というのを選んであの作っています。もしかしてね、コメント書いてくださっても私今離れていて眼鏡をかけていないので何も見えないんです、ごめんなさいね。この紐はこの2箇所このような形で着ます。これ変わりたてろという生地ですね。変わりたてろというのは着物にすると6、7、8、9と4ヶ月着られます。この長コートにすると4月から10月まで7ヶ月間着られるコートになります。このラインです。こういうラインになるのね。近くに行くとこのラップタイプ、こう包むやつね、ラップタイプ、道行きタイプでもラップタイプでもどっちでもいいんだったら、うん、茶道の方どうしても道行き襟にこだわるからね、道行き襟じゃなきゃダメっていうんだったら別なんだけれども、どちらでもいいんだったら長コートにするのはこのラップタイプの方がおすすめです。ただね、やっぱりその帯のね、高さをね、こう大きく結んだりペタンコに結んだりするときあるじゃないですか。道行きだとどうしてもその大きいことを想定して下まで行ってしまうけれども、このラップタイプだと帯に合わせてね、紐でねちょっと結ぶ加減で調整できるからね。これがまあ普通の作り方。もう一つはね、ちょっと紐を長くするっていう作り方があるんです。紐ちょっと止まってますか。同じラップタイプなんだけれども、ここに秘密があります。この紐、これがね、ここ今落ちないようにあのホック止めてますけれども、これがこんな風に長いんです。もう下に下ろしたらついちゃう、それぐらい長いの。こちらの紐をどうするかっていうと、この帯の間にね、こうやって入れるので、身圧の下に、ここ身圧じゃないのよ、身圧の下に、こういうふうに穴を開けておきます。あ、紐どっか行っちゃった。こんなふうに説明してなかったらもうちょっとスムーズにいくからね。こうやって紐をね、ここから出すの。この帯の間をぐるっと通って、この紐をここから出します。
そうするとね、見て、もう下前がぴったりと体に張り付いているんです。でそうするとやっぱり歩くのがね、とても歩きやすいですよ。だからこの紐は締めても締めなくてもいいんだけど、まあ、あるからついてるから締めるね。はい、もうあとはさ、上を沿わせて結ぶだけ。さっきのラインとどうですか。もしこれね、アーカイブで残したときにね、よかったらちょっと巻き戻したりしてみてください。おそらくこのラインがすっきりとしていると思いますよ。さっきの紐だけのものよりね。特にね、私と同じように背が高い人、私は168センチあるんですけれども、それぐらい背が高い人ね、ここの支点の紐一つで全部を賄うのってとても難しいからね。だからやっぱりぐるっと帯のところから回すやつだと、しっかりと体に下前が巻きついてくれるので、もうとても歩くのも歩きやすい。まあ階段登る時ぐらいは確かにちょっと持たなきゃいけないかもしれないけど、そうでなければこうバー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 ってなってしまうことがないので、でこの紐の長さでね、結ぶ力加減でこの帯の高さは調整できるので。だから道行きだとどうしてもドボーンって落っこっちゃうじゃないですか。でも着物雑誌さんって普通後ろにこうやって洗濯バサミで止めて撮影しているので、私も何度も立ち会ったことありますけれども、でそうするとこう体にピタッとこのラインでのみんなは当たり前だと思っているんだけれども、でも実際にはここの広さのラインがその下まで落ちるからね、まあ、若干はスマート仕立てですね、ニブニブはつまむんだけれども、でもそれにしても基本的にはここの大きさがそのまま下に行く。その点このラップタイプでこうぐるっと紐を回すやつだと、比較的に自分の体に沿ってスーッと落ちていってくれるので、お作りになるんだったら私は個人的にはこのタイプが一番おすすめ、いいんじゃないかなと思っています。長コートにしたらね、ハーフだったらそんな関係ないけれどもね。今日は来週の、変わり立てろを使った3シーズンの雨コート、長コートの回というのにいたしますんですけれども、それの形、この3タイプありますので、まあ、それをどれにしようかなっていうのをちょっと考えてきてもらったらいいかなと思って、そのご紹介です。で、コートを着る時期の話なんですけれども、この生地、変わり立てろを使った生地ですと、4月から10月ぐらいまで、そうね、10月も、まあ、10月になったら本当はね9月までって言いたいところなんだけど、10月まだ暑いし、10月合わせになってから急に冬の生地になっちゃったらもう本当歩けなくなっちゃうから、だからまあこれを使ってもいいんじゃないって私は思っています。ただその10月も、半ばを過ぎたりとか、末になってすごく寒い日とかあるじゃないですか。そこら辺になったらちょっとまあ加減して、冬の生地のコートになったらいいんだと思いますよ。冬の生地のコートっていうのはね、この後ろにある合わせの小紋を作るような生地を使って作ります。それで夏物とどこが違うのっていうと、こういうふうに裏地がついています。ここの部分を肩滑りって言います。男の人のスーツでも合い物のスーツなんかはこういうのがついていると思いますけれども、この肩滑りというのがついているのが、まあ一つの特徴ですかね。今私が着ているものは何もないのね。でこういうふうな冬の生地を使って、でよくで、ね、これ合わせにするできないんですかっていう人がちょっと聞いてもいらっしゃるんだけど、この長さで合わせにしたらもう着られない、重たくて重たくてね。はい、でこちらのこの冬の生地を使うと、
10月からその4月のかかりぐらいまで着られるんです。10、11、12、1、2、3、4のかかりぐらいまではこちらの生地を使ってこの肩滑りをつけたタイプのものを着ます。そしてそれが終わったらこの、まあ、うちでいうところの変わり立てろ夏生地ね、あまり透けない夏生地を使って、4月から10月ぐらいまでずっと着るのが、まあ、普通だと思います。時折ね、あのおしゃれな方なんかはシャノコートで長コートを作ったりする。それはそれでとても素敵です。ただシャノコートで作るともう少し期間が短くなるね、まあ、5月から9月いっぱいぐらいまでになります。それでよかったらあのシャノコートでもできなくはない。ただ雨コートとして着る分にはこうちょっと短く着たりとか、まあ、言ったらちょっと持ち上げたりとかしたいじゃないですか。だからまあ透けないこういう生地でお作りになられたらいいんじゃないのかなと思います。それで、明日ねどんな種類があるのか、全部で今回70ターンぐらい染めましたからね。だからどんなものがあるのかっていうのは明日またご紹介をしたいと思います。今回のその来週来ていただいた方のね特典としては、いつもこのコートにすると5500円アップします。加工賃がちょっと違うのでね、5500円あの別途頂戴してるんですけれども、それを無料にさせていただきます。そのクーポンが多分明日かなLINE 登録とかメール登録をしていただいた方にはそのクーポンが出ます、ね、うちの場合長いことをそのおはがきで毎月お客様に展示会のお知らせをしていたんですけれども、まあ、それがね2500通とか時によって4000通ぐらいです、まあ、それをしない代わりに、電子化された LINE とかメールとかで受け取っていただく、その代わりに、まあ、私どもも経費がねあの助かるわけですから、その分お客様に還元しようということで、来週は5500円の、長コート加工賃のお無料券、それがクーポンで出ますから、まだね、LINE 登録とかしてくださってない方、どうぞこの機会にね、してくださいまし、そしてクーポンゲットしてくださいまし。ちょっとどんなものがあるか、さらっとね、さらっとお見せしておきましょうかね。この中にいっぱいありますよ。こういうのね、こういう線筋飛び柄、こういう島で作ってもいいよね。手ぼかしもいいのがあると思います。ホタルぼかしですね。ここにあるのはちょっと巻き方があれだけど、ホタルぼかし、そして人気の飛び柄。また二分式コート用を出す予定はありますか。冬用のコートになりますけれども、二分式来年、今年の秋か、秋にね、またちょっと考えたいとは正直思ってます。完売してしまって、前回は展示会中に完売をしてしまって、まあ、総合店まで行かなかったからですね。それはただ夏物はそういうこう長い生地っていうののご用意ができないので、夏物は二分式はないです。はい、じゃあ最後に私の今日ちょっと着物をご紹介しますね。まだちょっとコートを着ているんだけれども、この着物ね、陽流の顧問ができてきたんで、じゃじゃーんって着てみました。久しぶりにピンクの着物を作ってしまいましたよ。これ陽流、今日、土曜日までね、陽流の展示会 5% オフのクーポンつけた陽流の展示会やってあります。あ、冬物待ってますって、はい、よろしくお願いします。これはね、陽流の、色違いがあったよね。出てくるかな。はい、はい、あ、分かった、あっちに飾ってある、ごめんなさい、あそこに飾ってあるこれの
実はピンク一つしかなかったからお客様はご覧になることができなかったのだ。でもおかみさんが来てるとまた言ってくださるから追加で染めてるからね。これのブルーの、色違いで波の柄のピンクを染めてしまいました。かわいいでしょう。それとこれも懐かしい懐かしい帯なんですよ。私がまだ20代の頃に作った夏の刺繍の帯なんです。どうしようかな、評判が良かったら夏帯として復刻しようかなと思っています。映ってかな、映ってる、あ、いやいや、ここ画面見てくれたら、下を映さないと映んないので、映して回転、いやいや、それで映ってるように、はい、全部、全部こんな感じで、はい、はい、こんな感じの、これはさ、そう、20代の時ちょっと凝って、あの刺繍の人とお話し、どっちかな、タレのところにもあの、はい、模様が入ってると思うんですよ、幹のちりのあたりに、はい、これをあの今ね、波うさぎとかをね刺繍したいちご三昧という生地で、このうちわの柄をね、当時20代の私が考えて作った懐かしい帯も素敵です。ありがとうございます。あの20代の私が考えて作った柄だはい、じゃ あの今日はその来週の来週やるね、春夏秋冬、あ、ごめんなさい、春夏秋用雨コートの会の、形のお知らせでした。あの形の中から選んでいただいて、まあ、お仕立てをさせていただく、それの、クーポンが通常の過去賃5500円アップが無料クーポンがつくのでぜひということで、どんなものがあるか70ターンぐらい染めたので、うん、全部が全部はちょっと無理かもしれませんけれども、うん、来週からのやつをね、明日またこうやって紹介します。だからいいのがあったらまためがけて、スクショでもねしてお問い合わせをくださいませね。はい、じゃあ今日はありがとうございました。今日はこれまでです。はい、じゃあバイバイ。